ただいまでーす。やってきました。本当はね、朝から撮りたかったけど、バタバタだったね、朝は。あそこでは靴いじり妖怪がいます。妖怪靴いじり、あ、靴すぎやね、出してくれたのね、ありがとう。あ、自分が履くように出したのね。え、そうだね、大きいね、足こんな違うんだ、パパとモネちゃん。え、ねえ、今日はもう朝から動いてるから、うん、めちゃくちゃ眠い。全然寝たいよね。全然寝たい。でもね、今日はステーキ。今日はステーキにします。やったー、美味しいステーキ買っちゃったね。でもこの前買ったところ隣にあるから。違うよ、隣の隣でよ。この前買ったの隣の隣ね。細かルイじゃん、やっぱルイ出てたな今の。ルイにはいつも細かって言うけど。おかえり。車の鍵閉めた。うん、携帯いじりながら行動しないで、ポケットにしまって座ったら携帯をいじって。分かった。はい。おー、いい返事。ママの財布触ってるけどいい返事。うん、ね、怒ってんの。電話、電話、電話だったの。めっちゃお兄ちゃん好きじゃん。うわ、俺が携帯触った時のマナみたいね。あんな火つかないでしょ。いや、あんな隙間に入ってるから、ね、ルイ、ママこんな感じだよね。モネみたいな感じで来るよね、うん、息子がもう証言してるから。なんかマナって動画だとくっつき虫を隠したがるんだよ。だってさ、素直にさ、そうだねとか言ってたらなんかちょっとさ、やばくない。うーん、まっ。さあ、ご飯作りまーす。待って、あれ、ママ、何これでーす。すっぽんこまちさ、うん、私最近飲み始めてるんだけど、めっちゃすごい、すごいよ。ジョン1回しか飲んでない。そうだね、まだ1回だけ。私、朝と夜飲み続けてるんだけど、すっぽん丸ごと入ってるっての知ってる？うん、よくテレビでね。うん、でも本当によくて、本当はね、1日2粒を目安に飲むんですけど、うん、私はちょっとイライラしやすいなっていう時があるから4粒飲んでます。で、これを夜寝る前に飲んでから、うん、朝起きる時全く違う。朝とかもさ、もうバッタバタでさ、めちゃくちゃ忙しいじゃないですか。飲むか飲まないかで全然違う。もう本当に違う。まあ、しかもサプリだから忙しくてもポンって飲むだけでいいもんね。そうで、私がすっぽんこまちを最初に届いて手に取った時に、あ、感動って思ったのが、なんかこれついてんの。それマナが買ったやつじゃないんだ。違う、こういうところにマグネットがついてるから、こうやってここに置けるから。なるほどね。いつも目に見えるところに置いておけるっていうのもいいし、なんか手紙とかも入ってて、文通みたいなのができるようなハガキみたいなのも入ってて、なんか私そういうのすごい好きじゃん。ママたちだから手紙があるとかじゃなくて、手紙交換みたいなのができるんだって、ね、みんなとできるんだよ。しかもちゃんと一人一人対してるんだって、すごいよね。ね、なんかもう温かいなと思って。このすっぽんこまちの会社が丁寧通販なんですよ、名前が。うん、だからもう本当にそのまんま超丁寧だった。その名前で荒かったら面白いけどねなんか1個入ってないみたいな私10日から昨日ぐらいまで、うん、一昨日ぐらいまでちょっと体調崩してて高熱出て動けなかったんだけど、うん、これだけやめないで飲み続けてたの。すっぽんのパワーが気づかずうちに、そうそう、そういえば体が調子いいね。そうなんですよ。今回 PR を引き受けて自分で飲んでめっちゃ良かったから、うん、これはずっと続けたいって思っております。なのでご飯作ります。はい、はい、今日はあったかいからマジでお昼寝したかったね。ルネが起きた。そしてルイ、ご飯食べたのにまた食べてる。焼きそば食べてる。今成長のさ
あれです、すっごい食べるんだよね。食べないで。おいしい。モレちゃん、あなた裸なの？あ、隠し出した突然。やめて、確認しないで。私にはついてないって確認しないで。夜はね、お風呂はいつもルイとルネが入れてくれます。いってらっしゃい。はあ、一段落ですね。全然寝ませんでした。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。そろそろ私もお風呂入って寝ようかなと思うんですけど、うん、寝る前にすっぽん小町飲みます。眠いです。これ寝る前に飲むことで次の日の朝目覚めが全然私の場合違うので、昨日の自分に感謝できる。すっぽん小町の中にアミノ酸が入ってるんだけど、うん、そのアミノ酸がたっぷり含まれてるから朝飲むと一日元気で行動できるんですよね。普段の食事でアミノ酸を取るってことをなかなか考えたことなかったんだけど、今まで確かに意識はしないよね。意識しないよね、うん、アミノ酸って人の体にめちゃくちゃいいんだって、うん、でそのアミノ酸っていうのが20種類も入ってるんだって、うん、あ、このすっぽん小町に、うん、すごくない、そもそもすっぽんってめっちゃいいって言うしね、まあ、人の体には絶対いいよね。なので最近しんどいなとか思うこと増えた方とかにはぜひね試してみてほしいです。私が寝る前に飲んでるのは次の日のためっていうのもあるんだけど、うん、これアミノ酸もだけどコラーゲンもめちゃくちゃたくさん入ってるの。なので寝る前に飲んでおくと美容にもいいので、うん、とりあえずみんなにも一回試してみてほしい。一回飲んでもあんまちょっとわかんないけど、うん、飲み続けるともう絶対わかる。通販の定期コースがあるんだけど、うん、なんかそういうのってちょっと縛りがあったりしてちょっとめんどくさいなとかさ、やっぱそういうイメージがあるじゃん、まあ、そういうのがすっぽん小町は定期コースで頼むってなってもいつでも解約することができるし、今月はちょっといらないなとかまだ余ってるから今月まだ大丈夫だなとか、そういう時はスキップもできるんだって。なるほどね、うん、それすごくいいよね。開封後でも30日間の返金保証があるのでぜひ試してみてください。じゃあどうですか、白いヒゲみたいになってるよ、牛乳飲んで。いやー、手で拭かないで。拭いてないよ。今気づいたよね、自分で。うん、危ねえって思ったよね。あ、そういえば今日ママお店、あのさ、うさぎちゃんのやつとかにさ、目玉さ、必要だからさ、ある？え、だから、そういうのは、今この時間に言われてももうお店やってないから、学校から帰ってきてすぐ言われた。ね、ね、書く、目玉。うん、だから、折り紙とか紙とか使って、目頑張って帰ってきて。いうの、遅いな。小さいの。もうだって箱とか今日ちょうど捨てちゃったよ。もうダンボール見ちゃったから。ティッシュ箱ぐらい、ティッシュ箱全部中身捨ててせっかこれに目玉貼るか、これ捨てちゃうから。このあるほう、あ、これいいよ、これいい、これ中のやつ取る、うん、なんか 目玉とかちょっと使いすぎる、確かに入れとけば、うん、ね、ママこれでもいいんだ、
いいけど、あ、そうか、紙に貼ってやろう。はい、さあ、わかんない。4時55分はどっちですか？4時55分、こっち。正解です。4時55分って書く？丸、問題見れ。丸をつけましょうとか言う。おやすみ。あっち行こう。ルネちゃん天才。60+30。わかる天才。ルネちゃん。ツツ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 。この歌知らないの？ジェネギャだね。あ、どうぞやってください。そう。100-70 やったら難しいから、で、0を一個一個消して10-7ですんだね。で、本当だったらね、ルネだったらルネここ0を2個消して、こっち1個消して、1-7やりそうだったけど、ちゃんと1個だけ消したんだね。うん。たぶん天才。10-7。10。ちょっと前のルネこんなんできなかったのに、もうこいつはダメだって諦めてたのに。やっぱできるんだ。バカな子はね、いないんだよ。バカな子って知らない無知なだけなの。バカの子もやり方を知ればみんな天才なの。だからこのように天才しかいない。わかった？そのまま終わらしちゃおうぜ。あと3問。ああ、いらないね。そういう、そういうの。全然なくていいね。はい、ということで、今日の動画。いかがだったでしょうか？ちょっとすっごいね、行儀悪い感じで宿題やってるんですけど、後で叱っときます。モネは下行って、マナちゃんに寝かしつけられてるところなので、今日はこの辺で終わりたいと思います。ということでね、今日の動画の途中でも紹介した、すっぽんこまち、気になった方は下の概要欄から、この辺か、ルネの顔に QR コードがあるので、そちらを読み取ってもいけるみたいです。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。